日本でも F-35B ステルス戦闘機が導入されるようです。しかし、この F-35B 戦闘機は短距離離陸垂直着陸機ですから、必要な理由は何だろうと考えていました。護衛艦の動きと考え合わせたら、理解できましたよ。今回は、F-35B 戦闘機導入と護衛艦出雲、加賀の改修計画について見ていきたいと思います。護衛艦打撃群が必要になるのでしょうか。現在、海上自衛隊の艦艇の中で、ヘリコプター搭載型護衛艦 DDH に分類されているのが、護衛艦出雲と加賀です。ご存知の方も多いでしょうが、この2艦は、F-35 ライトニング2B 型を艦載機とする航空母艦化改修が実施されることが決定しています。この2艦が改修されることによって、太平洋戦争後、日本では初めてとなる航空母艦が誕生するというわけです。しかし、この計画が浮上した当初から、攻撃型艦艇である航空母艦を保有することは、自衛隊の専守防衛理念には馴染まないという批判の声も少なからずあったことも事実です。こういった声の多くは、平和憲法を堅持すべきという意見を掲げていて、憲法に定義されている戦力の保有に該当するため、断固として認められないという見解だろうと見られているようです。といっても、軍事兵器の範疇においては、何を攻撃的と定義するのかという基準化は非常に困難です。他の国ではどうなっているのか知る由もありませんが、あえて言うなら、戦略爆撃機や大陸間弾道弾、それらを搭載する戦略的潜水艦などが攻撃という範疇に該当すると思われます。こういった、俗に大量破壊兵器と呼ばれる兵器だったら、仮想敵国の軍事目標とは認められない、都市部や生活施設、病院、学校、商業施設などへの無差別攻撃に使用される危険性も確かにあるでしょう。しかし、小型航空母艦と大量破壊兵器は、同義とは言えないだろうという解釈です。護衛艦出雲、加賀のデータを紹介します。ちなみに、この2艦の名前は、日本の旧国名に由来していることはお分かりですね。出雲は現在の島根県ですし、加賀は石川県です。諸言ですが、基準排水量19500トン、満載排水量26000トン、全長248メートル、全幅 38.0 メートルで、現状では、マックス14機のヘリコプターを搭載できる艦艇ということです。これから行われる航空母艦化改修が終わった後には、艦載機となる F-35 ライトニング 2B 型戦闘機が10機前後は搭載されると見られますが、この数では圧倒的な打撃力を有するとまでは正直言えそうにありません。航空自衛隊は艦載機となる F-35 ライトニング 2B 型の飛行隊を宮崎県の新田原、ニュータバル基地に新設する計画を持っていることがこのほど報じられました。この新設は尖閣諸島方面への備えであることは明白です。一朝有事の際、この新田原基地所属の F-35 ライトニング 2B 型戦闘機を護衛艦出雲、加賀に搭載して、通常の陸上滑走路の確保が難しい、面積の狭い南西諸島の防衛に投入するという意図が見て取れますね。ただし、護衛艦出雲、加賀は、護艦防衛用の兵器は搭載しているとはいえ、非常に限定的なので、単艦での作戦行動は想定されていません。一隻では動けないということでしょう。つまり、他の護衛艦を随伴し、かつ、
その支援を受けて運用されるものと考えられます。こういった航空母艦を中心にした艦隊編成は、アメリカ軍などでは空母打撃群と呼称されています。大型の原子力航空母艦を11隻も保有しているアメリカ海軍では、同数のユニット数を備えていますから、世界中に展開が可能なのです。そういえば、中国への牽制ということかもしれませんが、日本近海にもちょくちょく出現しているようですよね。ちなみに、アメリカの空母打撃群1ユニットの内訳を紹介しますと、最低でも、中核となる航空母艦1隻、イージス巡洋艦1隻、イージス駆逐艦2隻、攻撃型潜水艦1隻、補給艦1隻以上を随伴させることになっているようです。となると、単純計算でも、イージス巡洋艦11隻、イージス駆逐艦22隻、攻撃型潜水艦11隻以上を保有することが前提条件となっていることがわかりますね。実際、イージス巡洋艦22隻、イージス駆逐艦80隻以上が就役しているのです。海上自衛隊の場合ですが、イージス巡洋艦は保有していません。イージス駆逐艦も、やっと8隻体制が構築できた状況ですから、航空母艦1隻に対して、アメリカ軍のような艦隊編成を行うことは、事実上不可能なのです。海自のイージス艦としては、金剛型4隻、アタゴ型2隻、マヤ型2隻の合計8隻しかありません。これらの名前は、日本国内の山に由来しています。前述のイージス艦は、アメリカのアーレイバーク級駆逐艦を土台にした艦艇ということです。つまり、艦隊防空だけの目的には使用できません。その理由は、長期のイージス護衛艦は、艦隊防空だけでなく、日本の弾道ミサイル防衛任務にも当たっているからです。イージスという名前で、イージス・アショアを思い出した方もいらっしゃるでしょう。地上設置型のイージスシステムということで、前菅政権が導入を急いだシステムですね。日本各地で配備場所を探していましたが、候補地となった前首相の出身地秋田では、地盤に問題があることが発覚し、イージス・アショア配備計画そのものが中止になりました。その他にも、防衛省の説明不足や、地元説明会で担当者が居眠りしていたことも、白日の下にさらされて、政権としては、面目丸つぶれになったことも覚えていらっしゃるかもしれませんね。仮定の話ですが、このイージス・ショアの代替となる専用艦2隻を就役させたとしても、全体の数に余裕はありません。こういった事情があるので、イージス駆逐艦以外の種類の艦艇も、出雲、やかがに随伴させる可能性があると推測されるのです。その場合、候補と見られているのが、汎用護衛艦である、秋月型や朝日型ということになります。朝、月や朝日という名前は、気象にちなんだものですね。では、秋月型のサイズを紹介します。基準排水量5050トン以上、満載排水量6800トン、全長 150.5 メートル。全幅 18.3 メートルの艦隊で、イージス艦と比較すると限定的ではありますが、防空能力も備えています。合計4隻が現在就役しています。この秋月型の発展系が朝日型です。サイズは、基準排水量5100トン以上、満載排水量6800トン、全長 151.0M、全幅 18.3M ですから、朝月より若干大型化した最新鋭艦で2隻が就役中です。これらより小型で、海外ではフリゲート艦に分類されている
艦艇がも、神型護衛艦です。基準排水量3900トン、満載排水量5500トン、全長 133.0 メートル、全幅 16.3 メートルの規模となっています。朝継ぎ、朝日より小さいというのがわかりますね。も、神型護衛艦は、それぞれが、川の名前に由来したものです。も、神は、山形県の母なる川最上川から、取ったものです。現在この藻が、三型護衛艦は、二番艦熊野までの2隻が浸水した段階で、2022年からの収益が見込まれているのですが、新しい中核戦力艦として、20隻以上の建造が行われる予定とも言われている艦艇です。熊野は、和歌山県の熊野川に由来しています。ただし、藻が、三型護衛艦については、従来の護衛艦群とは別に、掃海艇と組み合わされた新しい編成が行われる予定です。ということは、護衛艦出雲、やかがに随伴するような運用は、現時点では考えられていないようですね。これだけの数を作るというのに、大事な任務に当てないというのは、なんとなくもったいないような気がします。まあ、他にも、大事な任務があるのでしょうけれど。